今日のお嬢様もプリティチャーミングでコケティッシュだったわね。アウト。失礼いたしました。完全で勝者なゆっくり昨夜ですわ。今回は東部の打線で活躍中のアーバンパークライナーに乗車しますわ。もっとも働く電車の紹介の他にも乗車目的があるんですけどね。まあそれは後ほど。それでは大宮駅から参りましょう。ゆっくりしていってね。少々早かったようですが、もうお客様が並んでいるようですね。それでは私たちも並びましょうね。なお折り返しの特急アーバンパークライナーにおきては行きにも遅れが生じます。お急ぎのところ大変恐れ入ります。到着まで今しばらくお待ちください。どうやら遅れが発生しているようですね。申し訳ございません、お嬢様。あ、アーバンパークライナーは乗車口が1箇所だけになっておりますわ。ここで駅員さんが特急券の確認を行うようですね。うつむし始めて真の意味でチケットレス特急券を用意しましたね。今まではチケットレスで購入しても紙に印刷していましたものね。本来の発車時刻にようやく入線してきましたわ。これは浅草からやってきたアーバンパークライナー1号ですわ。春日部で大宮行きと柏行きに、黒ブラウン。指定産業編成となっておりますわ。並んでいましたが、埼玉の現住民が列を無視して乗車していきましたわ。何のために乗車口で駅員さんが張り付いていたのやら。日々埼玉を開発している植民者はちゃんと並んでおりましたのに、原住民への教育はまだまだ行き届いていないようですね。少々遅れて大宮を発車しましたわ。お待たせいたしました。この電車は特急アーバンパークライナー2号柏行きです。電車駅は岩槻、春日部です。春日部から先は運河までの各駅と流山大鷹の森、終点柏に停まります。全車両座席指定となっております。ご乗車には特急券が必要です。なお指定の座席以外にお座りのお客様には特急券の確認をさせていただきます。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。携帯電話はバナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。まずは北大宮を通過していきますわ。2号の停車駅は結局急行と同じですね。ただし1号は春日部から岩槻間は各駅停車となりますわ。英語の案内はまあ常識ですわね。あとアーバンパークライナーは電車指定席で特急料金も必要ですが、大宮発の場合は特急料金が必要なのは春日部までとなっており、その先からは乗車券だけで問題ありません。うつ主の特急券も春日部までです。なお特急料金が必要な区間では野田線発着の列車は乗車口は2号車の1箇所しか開きません。浅草発は全開ですわ。ちなみにアーバンパークライナーは通勤特急ですので平日のみの運行となっておりますわ。英語から中国語に変わったところで大宮公園を通過していきますわ。でもこれって平日しか運転しない通勤特急ですよね。当たり前のように韓国語も標準搭載ですね。と休日に観光特急として借り出す場合はともかくこの列車に必要なんでしょうか。まあ案内するなら全て一緒にするのが楽なんでしょうね。ここは大和田ですわ。大和田というと改造デムスターとタイマン張った一般人を思い出すわね。ご友人様、時を超えて出てこないでください。大体それは中の人の名字でしょう。ボケボケですが、ここは七里ですわ。ここまでが埼玉市ですね。ご乗車ありがとうございました。まもなく岩槻に到着いたします。お出口は右側です。開くドアは2号車の後ろ寄りです。先ほどお話ししました通り、特急料金が必要な区間は2号車の1箇所しかドアが開きませんわ。次は春日部に停まります。こちらは東岩槻駅とある八重崎は停まりません。ご注意ください。各駅停車をご利用のお客様、ご利用いません。各駅停車、春日部駅をご利用ください。
しかし本当に急行と全く変わりませんわね。車内環境は大違いですが、満員のロングと快適なリクライニングシートでは比較になりませんわ。列車は最初の停車駅岩槻に到着しますね。ここで緊急接続を取りますわ。さてこのアーバンパークライナーは今年2024年春のダイヤ改正で全て廃止となります。プレスリリースには大規模工事の進捗に伴う一部ダイヤの見直しとしかありませんが、これは春日部駅の高架化工事のことを指していますね。高架化工事の際、順番に線路を高架化していくため、工事完了まで本線と野田線を結ぶ渡り線が使用不可能となるためです。乗車率は関係なく物理的に運行できなくなるんですよね。浅草発の1号の代わりに平日にスカイツリーライナー春日部行きが爆誕するようです。ここで東岩槻を通過しますわ。ふと天井を見るとなんだか波形になっておりますが、これは隅田川や鬼怒川の流れをイメージしているそうですわ。埼玉市から春日部市に入って豊春駅を通過しますわ。春日部までは実に特急らしい走りなんですがね。やはり案内表示も4カ国語分あるんですね。列車は八木崎駅を通過しましたわ。次が春日部ですね。春日部といえばあのが、家幼稚園児ですが、アクション連載初期と比べてすっかり丸くなりましたよね。お涙兄弟とかほんわかファミリーとは対極の位置にありましたのに。おっと。スカイツリーラインね。そういえば野田線もアーバンパークラインでしたわね。過去に他のおまんじゅうもぼやいていたみたいですが、どうにもなれませんねー。ただ春日部とスカイツリー関係ないやんとか言い出したらキリがありませんわね。ただアーバンパークラインはね、ぶっちゃけ田舎のイメージはありますが下町のイメージはありませんよね。下町なら亀戸線の方が似合っている気もしますわ。さてそのスカイツリーラインとやらと合流して春日部駅に到着いたします。ここからは何度もお話ししている通り特急料金不要になりますわ。実質設備の豪華な急行でしかありませんから、この通り大行列ですね。ありがとうございます。アーバンパークライナー柏井由紀です。列車名はそのままですけどね。遅れております。上り電車との交換を行います。発車まで4分少々お待ちください。最終的にどのくらい遅れが拡大するんですかね。反対側ではスカイ変身とサラダバーですわ。まあしばらくするとこちらをまたいでいくんですけどね。富士の牛島ですわ。もともとは牛島駅でしたが、近くに特別天然記念物である牛島の富士があるため現在の駅名となりました。あ、大宮行きが待っていてくれましたね。説明を忘れておりましたが、野田線は春日部から運河までは単線区間となります。ちょうどこの列車や急行が各駅停車となる区間ですね。そのため列車交換がこの通りあちこちで発生いたします。列車は埼玉最後の駅南桜井に到着です。江戸川を渡って埼玉の永遠のライバル千葉に入りましたわ。列車は川間駅に入線いたします。江戸川？メイリンみたいにボケボケで素材として使えませんでしたわ。江戸川なんて言うとどこぞの死神がやってきそうで大怖い怖い。3人本線でおとなしくしていてほしいものですね。ご乗車ありがとうございました。まもなく七光台に到着いたします。お出口は右側です。七光台を出ますと次は清水公園に停まります。さてお次は七光台ですね。周辺には南栗橋車両管区七光台支所がありますわ。野田線の車両基地ですわね。そろそろ見えてくるはずですわ。 The stop after 七光台 will be 清水公園。ここですね。夜だから形式まではよくわかりませんが、たくさんの車両がお休み中ですわね。これから夜勤に出かける車両もいるんでしょうけど。
春日部で大量に乗車してきたお客様はすっかりここまでに消えてしまいましたね。大宮から柏まで乗り通す知れ物はうぷ主ぐらいのものでしょう。七光台には乗務管区がある関係上ここ発着の区間列車もありますし、乗務員もここで交代いたしますわ。それでは改めて柏に向かいましょうか。ご乗車ありがとうございました。まもなく清水公園に到着いたします。お出口は右側です。清水公園を出ますと次は片子に停まります。清水公園駅は現在は島式一面2線なんですが、コロコロと配線が変わっているんですよね。今から入線しますが、見た目は2面3線ですわ。しかし2007年に当駅から柏間の区間列車が廃止されると、今から入線するホームは廃止され、相対式2面2線となりました。その後2015年に当駅梅里間の連続立体交差事業の影響により駅舎側のホームが廃止され、再び1面2線となります。そして2021年には高架切り替えの煽りでまた2面2線となり、現状はまた駅舎側のホームを廃止して再度1面2線の島式ホームとなりました。今は当駅から梅里駅の間は立派な高架区間となっております。単線だけど。さて、そろそろ到着しますわね。奥に見えるのが現在は利用されていない単式ホームですわ。高架区間に入っておりますわ。いかにも郊外の駅前という雰囲気ですね。そろそろ愛宕に到着しますわ。本当に駅間区間全部真っ暗なんですよね。素材もない中、ここでも交換待ちですね。ご乗車ありがとうございました。まもなく戸田市に到着いたします。お出口は右側です。戸田市を出ますと次は梅里に停まります。愛宕を出るやいなやもう戸田市になりますわ。まあ1キロも離れていませんしね。2017年にキッコーマン物知り醤油館前という副駅名が爆誕しましたが、2019年に施設が休館した際にキッコーマン野田本社前と改名されました。2023年に施設が再開すると物知り醤油館前の副駅名がフェニックス一揆しました。野田市駅は今は1面2線ですが、今年の3月3日に2面4線化しますわ。環球接続や当駅始発も可能となりますが、そもそもこの区間急行も各駅停車ですよね。高架区間を我が物顔で爆走していましたが、そろそろ地上におりますわ。また地べたを這いずる生活に逆戻りですわ。梅里に着きましたわ。柏からやってきたアーバンパークライナーと交換しますわ。柏発は運河までは特急料金が必要で、その先は乗車券だけで乗れますね。そのせいかわからないけど、それなりにお客が乗車していたわね。利根運河を渡って野田市から流れ山市に入ります。さらば醤油の町というところでしょうか。利根運河は利根川と江戸川を結ぶ日本初の西洋式運河ですわ。運河に着きましたわ。これで各駅停車区間も単線区間も終了ですわ。残る停車駅も流れ山大高の森だけですわ。なお副線区間は柏までではなく、野田線の終点船橋まで続きますわ。特急アーバンパークライナー2号柏行きです。次は流山大高の森に停まります。流山大高の森を出ますと次は終点柏に停まります。途中の豊敷は停まりません。あら、特急なんですのね。運河からは通過運転するからなのか、単にうぷ主が見落としただけなのか。車掌は確か特急とは言っておりませんでしたわ。まあ些細なことですわね。久しぶりの通過駅江戸川台ですね。やはり特急と名乗るからには豪快に駅を通過してもらわないと。続けて初石もご覧の通りですわ。さて、もう流れ山大玉の森ですか。田舎の駅前にはどこにもパチンコ屋がありますね。うぷ主が北海道にいた頃そういうイメージを植え付けられたそうですが、今は閉店ラッシュじゃないんですかね。つくばエクスプレスの高架駅の下に野田線の駅がありますね。さて、ここを発車すれば次は終点柏になりますわ。最も通過駅が一つ残っておりますがね。しかし今でも周辺にちゃんと大高が生息しているんでしょうか。電車は特急アーバンパークライナー2号
柏行きです。次は終点柏に停まります。約1時間のちょっとした旅もこれで終了ですか。ただメタな話をしますと、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、このうつ主は23区在住、つまり会社を出てわざわざ大宮に出向き、家と正反対の柏に向かっているわけです。それが意味することは、柏から家に帰らなくてはならないと。まあ今日は仕事納めですから、明日は何時に起きても、あ、明日は明日で撮影に出かけるじゃないですか。何をしでかしたかは次回の動画で明らかになりますので、ご覧になっていただければ。最後の通過駅と豊敷ですわね。どこかの閻魔様を想起させますが、気にしない気にしない。さて、あと3キロ余りで柏に到着しますわ。まもなく終点柏に到着いたします。お出口は左側です。開くドアは2号車の後ろ寄りです。その他のドアは開きませんのでご注意ください。新鎌ヶ谷船橋方面 JR 常磐線をご利用のお客様はお乗り換えです。今度の急行船橋行き鎌ヶ谷から注意する。鎌ヶ谷の電車船橋行き4番線から11分の橋です。車内にお忘れ物を乗せませんようご注意ください。2番線に到着いたします。こちら左側です。終点の柏です。こちら左側です。あら、座席指定は解除されているのに2号車の1箇所しかドアが開かないのですか。案内パターンがあれだけかもしれませんがね。もうくたくたですので、さっさと帰りましょう。さて、それではいざよい昨夜特製1分の1スケールお嬢様ドールを丁寧にお連れしなければなりませんね。ふおー。